工芸とかそういったものとかっていうものが多く、インスピレーションになったりするんですけど、あとはそういった本とか。色の組み合わせについてはやっぱりファッションをこうやってきたことがすごく大きくって、絵画とはちょっと違った色の使い方だなと思っていて、彩度の高さとか、楽園っていう構成モチーフの中で描いていて、その中でいろんな植物とかが出てくるんですけど、ブランドの中で使われるその香り、特徴的な香りを自分の中でこう想像しながらたくさんだっていうふうに考えてます。作品の中に出てくる川があるんですけど、滝だとまっすぐにこう落ちているような水の流れだとか、渦を巻いているような場所だったりとか、ちょっとたゆたんでるような場所があったりとかで、そういう水の流れとこう紙の流れっていうものを日本画の風景の中で表現できないかなっていうことをまず最初にトライして、作品に昇華しているっていう。